エリザベス・ベアはアメリカ合衆国の小説家、SF 作家。2005年にはジョン・ダブル・キャンベル新人賞。2008年には受け継ぐもので、9号賞短編小説部門。2009年にはショゴス会科で9号賞中編小説部門を受賞。ジョン・ダブル・キャンベル新人賞受賞者で9号賞の小説部門を複数回受賞した。 SF 作家は2009年現在で5人しかいない。コネチカット州ハートフォードで生まれる。コネチカット大学で歴史学と人類学を専攻するが中退。メディア産業専門家、休務員、大規模病院の微生物処理マニュアル作業員、構成作業員など様々な職を転々とした。ある期間、短編はガイドジャック、ザ・スサイド・キング。 ホロオメライト、ディストラジックグラスなどの舞台としたネバダ州ラスベガスに住んでいたが、2006年1月コネチカット州へ戻る。諸女長編、ハマード、女選手の帰還が2005年1月に出版され、ジョン・ダブリュー・キャンベル新人賞を受賞。同年6月には、続編、スカーダウン、軌道上の戦い、11月には、ワールドワイド、霊明への首都が出版された。 この三部作は、カナダ軍中級順位、ジェニー・ケイシーを主人公にした作品で、ジェニー・ケイシーは他にゴーン・ツー・フラワーズという短編にも登場している。このシリーズは2006年のローカス賞第一、長編部門を受賞した。2006年に初の短編集ザ・チェーンズ・ザ・というリフューズが出版され、ブラッド・アド・アイアンでは、ファンタジーのシリーズザ・プロミシアン・エイジを開始。 バイアブルパラダイスという創作ワークショップでインストラクターを務めており、かつてはクラリオンウエストライターズワークショップでも教えていた。サイボーグ主観ジェニー・ケイシーシリーズ、カレーン・メモリーシリーズザ・プロミシアン、エイジシリーズ・ジェイコブズ・ラダー3部作座、エッタ・オブ・バーデンズシリーズザ・エスクラインシリーズニュー、アムステルダムシリーズ・エターナル・スカイ3部作ザ・ロータス・キングダムズシリーズタの長編ホワイト・スペース。 ありがとうございます。